は今回の9期メンバーオーディションにも参加していたが、3次審査で落選していた。その福村がまさかの敗者復活新メンバーに大抜擢。多くのハロプロエッグの中から福村が選ばれた理由とは。立ち上がれ、無事お披露目を終えた3人。しかしここでプロデューサーツンクからさらなる重大発表が。あと1名モーニング娘。に参加させたメンバー誰参加してないから。なんとハロプロエッグからさらにもう一人新メンバーとして追加されることに。福村おりといで。すごい、福ちゃん。アイドルを目指す研修生、ハロプロエッグ3年目、福村瑞希14歳。いいよ、ゆっくり。9000人の中から選ばれた鈴木、生田、さやし、そして急遽エッグから選ばれた福村、この4人が9期メンバーとなった。
チャプター5、新リーダー福村瑞希。すごい大切にしてる曲が好きだな君がで、こうやっぱりずっとずっと道重さんの隣で歌ってきて、すごく思い入れのある曲だし、道重さんのハプニングがあってから、もうそんなことも考えられず、どうしようどうしようって思った時に、こう一番に考えたのはやっぱり道重さんの隣で歌いたいって思ったんですよ。ステージが、こう道重さんがメインステージにいて、で花道を通って私たち9人がいたんですけど、戻らないと道重さんの隣では歌えなかったんですよ。だからでも戻らなきゃとかそういうことはあんまり考えなくて、本当に足が動いたっていう感じですね。もう道重さんがいたんですよ。だからもうこれ自分の特等席だなって思いました。すごい。もう一度あなたに会いたい。今すぐここに来てほしい。でも分かってる、一緒にいるだけで幸せだった。さよなら。See you.
ちもきっと心配してるな。暖かい後手の中で幸せ感じてたわ。私バカみたい誕生日にもらったブロッケ、今日も時も刻んでる、とっくに止まっているのに。服を買ってね、
幸せにする
皆様からの水木コール本当にありがとうございます。まだ自分が卒業するって信じられないんですけれども、手紙を書いてきたので皆様に気持ちをお伝えしたいなと思います。本当にありがとうございました。モーニング娘。福村瑞希